こんにちは、あんずでーす。この場所を見つけるのに記憶も曖昧だったのもあって、結構あっち行ったりこっち行ったりして大変だったんですけど、無事見つけることができました。なのでこの辺りをちょっと散策してみたいと思います。でも入ってくるレベルじゃない。ここはボコボコ全部雑草だと思ったらすごいことに、ほぼ草、この辺まで草、やばいです。時とかは頻繁に行ってたのもあって結構整備されてたんですけど、今回はもう草がめちゃめちゃボーボーで、これじゃあキャンプやるスペース、タープとかテントを立てるスペースもないので、それができるように整備したいと思います。こっからなら入っていける。絶対健人だやん。この入り口のゾーンはなんか木とかが、大きい木とかがなくて平らなので、ここでキャンプできるような感じにしたいので、とりあえずここに生えまくってる草を刈ってキャンプできるぐらいの広さ、さらしにしたいと思います。小屋みたいなのがあって、そこに作業する道具とかそういうのとかが置いてあった記憶があるんですよ。例えばなんか草を切る機械とか、草集めたりするのとか、なんかじょうろとか軍手とか、なんかそういうのがあった気がするので探してみます。あ、怖い、怖い。これかろうじちょっとある。うわ、全然ここなんじゃん。なんで、すごいガチガソリン、くっさ、ガソリンスタンドの匂いする。なんで、足りません。
草を刈り出すとなんかどこでやめていいのか分かんなくて、こうどんどんやりたいなっていう気持ちもめっちゃあるんですけど、暑さと結構重いし振動がすごい体にくるのでずっとやってられないっていう葛藤があります。どうですか？めっちゃ歩きやすくなりました。なんかこの量さすがに一人じゃ無理すぎるんで、しかも一日じゃ無理なんで何回かに分けて草刈って私の王国みたいな感じで作っていきたいなと思います。こことかも こんな感じで、ここと比べたらめっちゃわかるんですけど、だいぶスペースができました。にしても暑すぎて、むしありがとうに来た。いや一日じゃ無理すぎるぐらい結構広いのでちょっとずつやっていきたいと思います。さっきはしご乗ったところにもだいぶ草刈りできました。いや、場所も無事見つかってよかったです。なんとか草を刈ることができました。結構場所も広くてだいぶ大変だったんですけど、私ああいうの初めてやったんで、なんかどんなのか全然知らなかったんですけど、こう人がやってるの、なんか堤防のおじさんとかやってるのを見たら結構軽々しくこうやってやってるんで、私も余裕かなって思ったら結構重くてだいぶ疲れたので、結構休んだりしながらやっても2時間ぐらいかかっちゃいました。で草を切るスピードは多分こう手でやったりするよりは全然早いんでよかったんですけど、もう今ですら腕が結構パンパンなので、その次の日はめっちゃ筋肉痛になりました。なんかもうそれでフィットネスやってるみたいな感じでした。でも鍛えられるし一石二鳥なので、また次回も頑張って草刈っていい感じの国にしたいと思います。バイバーイ。こっち側に今度は、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。
メインチャンネルの方でメンバーシップやっているので、こちらも興味ある方はチェックしてみてください。コミュニティで最新情報も載せているので、こちらもチェックしてみてください。 Twitter と TikTok もやっているので、こちらのフォローもお願いします。